どうもご無沙汰しています。よしきです。はい、よしきさんにはまず一言いただけますか。いや、なんか久しぶりに日本に来れて、帰ってきたのは11月に帰ってきたんですけど、皆さんの前にこうやって姿を見せることができてとても、嬉しいです。ファンの皆様はこのイベントをね、もうずっと待ち望んでいたと思うんですね。ぜひ皆さんに一言いただけますか。まあ今日ここにさ、オンラインで彼らの方たちが今いるんで、僕は今日オンラインじゃないよっていう、まあ本当に2年ぶりにこういった約2年ぶりかな、記者会見みたいな場に出させていただいて、感無量です。まあこういう日が来るんだなと。まあ今世の中また微妙な時期に入ってますが、そうですね。まあただこうやって今回ディナーショーを発表したっていう、踏み切れたっていうことで、なんとなく自分の中ではいろんな意味で、エンターテインメントが、動き出せるんだろうっていう、ずっとこの2年間慎重に考えていたんですけど、そういう時が来るんじゃないかっていう思えてきたという、まあ、あくまでも試験ですけど、そこまで、こうやって、ね、支えてくださったファンの皆さんに関しては本当に心より感謝です。ルビーなんでセリフ込みで EIX お願いしてもいいですか。はい、EIX 喋り込みでお願いしていいですか。あ、僕は言うんですか。お願いします。ありがとうございます。